あ、でもなんかまだあんまり実感はないです。インまでちょっとまだあるので。なんか皆さん白なんですよね。すごいいい、好きです。個人的には好きです。なんかこの襟が大きいからいいねって、あのプロデューサーさんと話してました。田川琴葉役の西野七瀬さんです。よろしくお願いします。西野七瀬さん、テレビ朝日初出演、初主演ドラマ、10月スタートの土曜ナイトドラマ言霊荘。もう大丈夫、もう大丈夫じゃん。8月某日、ドラマのイメージ PR 撮影が行われました。いいようにしよっか。手をこっちで真ん中にして、その辺り、あ、いいですね。あ、いいですね。もうちょっと表情つけましょうか、少し。ドラマの PR 撮影、西野さんの独占インタビューを交えながら、その舞台裏をお見せします。グッと見て、あ、いいじゃん。いいですね。ちょっと上げますか、気持ち。あ、いいですね。あ、いいじゃん。いいね。はい。そう、それで、その表情とてもいいです。はい。これ少し驚愕の顔もください。びっくりの顔が。驚きの顔？言霊荘とは一体どんなドラマなのでしょうか。よーい、スタート。すべて現実になる美しい禁断のホラー。ここで発した言葉はすべて現実になる。言霊荘。ありがとう。そう、実はホラードラマ。西野さんが演じるのは25歳の不人気 VTuber 宇田川琴葉。怖がりだけど好奇心が旺盛。言葉の力を信じ人々の幸せを願う夢見がちな女子。永山絢斗さん演じる自称霊能者と斉藤由貴さん演じる女性宮司と共に巻き込まれていくのは、小さなマンション内で次々に起こる怪奇現象でした。ホラーお好きなんですか？ホラーは、好きな方だと思います。怖い話とかホラーゲームとかが大好きです。あ、自分はやんないんですよ。あの、人がやってるの見るのが好きなので。それこそ、まあ、ちょっとホラーじゃないかもだけど、バイオハザードのシリーズとか。自分やらないで見てるのが好きなんですか？はい、見る派です。やんないです。怖いから、怖いからできない。なんか一回体験でバイオハザードやったんです、 VR で。でも怖すぎて進めなかったです。臨場感すごすぎて全く進めなかったので。人がプレイしている動画なら全然見れます。自分は怖すぎてできない。自分はできないです。ちなみに今回のドラマでもその中の人になるわけですけど、でもなんかずっと怖いわけじゃないって監督もおっしゃってて、なんか明るいシーンと怖いシーンとっていうのをこう順番にやっていくって言ってたんで、なんかどんな感じなんだろうって思いますね。あと、あの、文字だけだとまだ私は全然難しかったです。どう映像でこう怖くなるんだろうっていう。だから楽しみです。お待ちください。お願いした。よーい、スタート。ありがとう。ありがとうございます。口は呪いのもと、すべて現実になる。なんだろう、なんかこう喋る時のテンションが、あの、低くていいっていうのが新鮮です。
いつもだと逆にやっぱもっと元気にみたいな明るくって言われるから、なんかそんなにこう力入れなくていいのが新鮮です。結構抜いてくださいって、うん、こっちの方が楽ですよ元気は元気で、まあ、こうパリッと切り替えて楽ですけど、こっちもなんか新しくていいなって思いました。ちょっと楽しみにしてます。頑張ります。ありがとうございます。それでは完成したばかりのイメージ PR をご覧ください。この秋始まる美しい禁断のホラーナイト、西野七瀬、永山健人、斉藤由貴。舞台はとある女性専用マンション。この中で発した言葉は全て現実になる。新番組言霊荘、10月スタート。最後に今回主演を務める西野七瀬さんからメッセージ。琴葉ちゃんはすごい明るい子なので、本当ホラーだけどその中でも割と琴葉のおかげで怖さはなんかちょっと、ま、ん紛れるというか、まあ、楽しく怖がって見ていただけたら嬉しいかなと思います。頑張ります。秋の夜長に皆さんを美しい禁断のホラーの世界にお連れしたいと思います。10月から毎週土曜夜11時にお会いしましょう。ドンハチでは今後西野七瀬さんとドラマの舞台裏をお届けしていきます。お楽しみに。